今日は天外茶屋の お店に来てます。今日は天外茶屋に来てます。天外茶屋の有名店獅子丸太郎さんに来ました。ここは安くて美味しい、フードと飲み物があるということで、有名なお店です。それでは早速入ってみたいと思います。生ビールも370円から、飲み物も安く、タイマーも安い、いいお店です。それでは入ります。それでは入ってみたいと思います。生ビールを頼みました。いただきます。うまい。顔は映せないんで。顔はいいですか？顔は。これはいいアイテムです。これはいいわ、いい長良川で取れたやつだから。ほんまかいな。最高や。淀川やろ、淀川。淀川。網にかけてきたばっかや。だけど淀川だとうなぎはもうさ、天然で入っとる。うまいらしいですね、淀川のうなぎ。淀川だとやったら天然の鮎ですわ。さっきでやりとから、うなぎが。値段けど、まあ、こう値段安いですよ、ね、ドリンクもね、うん、シャカシャカはガーリックいや、何もでもあったありますよ。新しいもう新しいのもありますし、シャカシャカポテト、これが、うん、これがですね、いっぱいありますね。結構種類があるんですよ。これ売ってるんですか？そうなんですよ。秘密のね、極秘の、極秘のルートで、はい、24年かかってこう編み出した。すごいね。川ちゃんに。すごいね。おすすめは、ガーリック。ガーリック。あれ、ガーリック、どこ行ったの？このハニーバターも面白いですね。ガーリック、ガーリック覚えた。ガーリックないですか？何入れたんですか？これがシャカシャカポテトですね。今日はのり塩で。顔、大丈夫ですよね。はい。のり塩でいきます。のり塩でお願いします。いつもはガーリックです。ガーリック。お皿使います？いいですか？お皿。おお、はい、シャカシャカでお願いしますね。いつものやり方でお願いします。はい、1回2回。OK OK 元気よくいきましたね。こんな感じで当たりました。ありがとうございます。ちょっと味見して一回感想言ってください。うん、マジそうよ。ありがとうございます。お名前なんでしょう？ケンちゃんで。ケンちゃんで、はい、ケンちゃんで。いいですね。たっぷりお願いします。すいません、いただきます。いきます？あたす？食べます。いただきます。いただきます。150円って書いておいてほしいです。150円。今日はでもサービス、今日はサービスで100円けど、今日は150円。今日だけ100円。今日だけ100円。四万十川ないですか？四万十川でしたっけ？淀川でしたね。淀川の、はい。はい、いいです。
どうぞ。いくらいくらです。さあ、天然の間来ました。美味しそうです。ますね。はい、このやつで単純計算何分やなと思って。すごいですね。加藤かなきでその高知県のやつ見たら分かると思うんですけど、ほぼゼロやと。すごいね。サービスメニューやね、これ。そうですね。食べないですか。食べないです。はい。ちょっといただきます。ありがとうございます。いただきます。うん。ありがとうございます。新鮮で美味しいです。加藤のたたき。高知県食べるうまいです。第2球ピッチャーに投げました。空振り。はい、キムチ。お前ですか。2つぐらい。顔してるんですか。顔落としました。あ、ケンビーズ。これでしょ。はい、すいません。ありがとうございます。なんていうのサービスしてもグラッチェって感じ。止めてくるっていう。皆さんは独身ですか。いや、結婚してます。あ、お子さんも。いや、子供いてないんですけど。ユニス寝てたし、もうベロベロやったし。カツオン叩いていただきます。うまいんで、お前たち絶対。第5球を投げました。投げます。フォアボールです。2アウトランナー1塁2塁、前田が回っていきます。いただきます。うまい。投球スタイルとして通信機でフォアボール増えてしまうっていうゲームになってるので、いつ絶対違う可能性が高いのかなと。で、金曜日多分めっちゃいいと思うよ。ピンもし土曜日休んだ前あれを親父ギャグ全然出へん。親父ギャグ、親父ギャグお願いします。はい、時価、はい、これ人気商品麦焼酎二階堂ですね。はい、3回飲んでも二階堂。はい、どうぞ。はい、すごい。返品で またもや儲かりませんでした。赤字だらけ。面白かった。3杯目ハイボールいただきます。いただきます。奥さんにはいつもすごいね、泡立ててるくせにみたいな。あ、これ今食べました。危ない危ない。うまい。いや、そういう店やで。見えげん。今日もいっぱい食べてもらったな。だから切り取るシステムが大社長、ありがとうございます。
え、マジで嘘や、マジ来ないこれ。合ってます。これいつもこれぐらいダメだな。もうだいたいもう9000ぐらいいくよね。これが激安。これがシシマル太郎でございます。ありがとうございます。やっぱりハマるわここ、うん、ハマる。はい、やっぱりね、はい、西大のハマるからハマっ子と言われております。ハマっ子ね。ハマっ子、ほな僕もハマっ子1号です。ハマっ子1号、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。来ました、ありがとうございます。こちらの方も話していただきまして、ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。ここ美味しかったです。また来たいと思ってます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。